おはようございます。どうも、まいつ。今回はこちら、プシューシュコーンコカ・コーラ K-Wave を飲んでいきたいと思います。こちら K-Wave なんかね、ハングルが書いてあるんですよ。ここに K-POP のコラボコーラらしくて、あ、コカ・コーラの文字もハングルですね。ここ韓国のコカ・コーラなんですかね。ゼロカロリーゼロシュガーです。ちょっと気になるね。これね、今年の3月に発売されたんだけど、この前コンビニ行ったら半額で売られてた。3、4本半額で殴りされてたんで、あんま人気なかったのかな。 K-POP 好きには受けただろうけどっていう感じのコーラですね。色も赤くないね。シルバーでね、飲んでみますか。ゼロカロリーゼロシュガーならありがたいですね。ここやな。あ、コーラの味だな。バナナみたいな匂いするぞ。バナナみたいな匂いするぞ、これ。マジか。じゃあ、ほな、注ぎまーす。まあ、コーラだよな、色は。バナナみたいな匂いする。じゃあいただきます。よくわかんないな。コーラっぽくはない。コーラではない。でもなんかちょっとフルーティーだな。何味っていうわけなんだ、これ。わからない。コーラのグミかな。ハリボーとかみたいな味ですかね。うん。せやな、海外の飲み物って感じするわ。これ K-Wave コーラ感はないね、正直。これは好き嫌い分かれるな。甘すぎる。ほんとコーラって甘いけど、それ以上に甘い。バナナの味がする。俺だけがバナナの味すると思ってんの。バナナの味するんですよ、これ。おかしなことに。うん。よくわからない味だなぁ。でもこれ飲むなら普通のゼロカロリーゼロシュガーのココアゼロ飲んじゃうなぁ。美味しくないけど、ちょっといまいちというか変わった味してますね。海外の味してますね。これ次回飲んでも見てほしい。でも気になる人はみんな気になるでしょ、これ。ココーラ K-Wave リミテッドエディションフライウェーバー。無果汁だけど、無果汁なの？まあ本当にバナナ入ってないの？バナナ入ってないらしい。マジか。めっちゃバナナの味するんだけど、俺だけ？うん。なんだろうな、グミ。こういう韓国のグミあったなって感じがしますね。韓国の人はこういうの好きなんだろうな。日本人には受けなさそうというか、まあ、国によって下の感覚が違うからね。まあでも異国の文化を触れられて嬉しいです。私は変わった味だけど、これちょびちょび飲もう。これ今日これから動画編集するんで。何で言ったんだこれ。何で言ったんだこれ。コカ・コーラって書いてあるのかな、これ。韓国はさっぱりだからな。カムサハムニダしかわかんないからな。あと、アニョハセヨ。はい。というわけで、今回は、コカ・コーラ K-Wave を飲んでみました。ちょっと、バナナの味しました。俺だけなのかな、バナナの味すんの。って思ってんの。ちょっと気になるな。あと調べてみよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお願いします。X、インスタグラム、フェイスブック見てくださいので、また、アイドル紹介のコーナーで、アイドルじゃないけどね、コーナーはお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。またねー。バナナだな。